どうも、ちゃこ先生です。この間お知らせした通り、ゲスト動画の内容をアップデートしまして、花丸教室から推し授業っていうタイトルに変えました。で、それに伴って若干なんですが、募集のやり方が変わりましたので、2022年の最新版ゲスト募集要項としてこの動画にまとめます。まあ基本的に誰でも OK で、99% の方は何の問題もなくゲストとして出ていただけると思いますが、1% の人がもしかしたらいるかもしれないので、自分がそれに当てはまってないかどうかっていうのをこちらでお確かめいただければと思います。それでは説明始めます。まずはじめにこれ見てください。これはゲストやりたいって思った人が実際にゲストができるよっていう状態になるまでの流れを図にしたものです。まず過去にゲストに出た人、この人はもう問答無用で2回目できます。リピーター何回でもできますので、この動画を見る必要はありません。そしてこの動画を見てくださっている今この瞬間にツイッターの方でフォローされている方、もう一回言いますよ、私にフォローされている方、この方も問答無用でゲストに出ていただけます。で、そうじゃない方はゲスト募集の Google フォームがありますので、そちらに応募いただいて、その後私にツイッターの方でフォローされたらゲストをやれる状態になります。こういう流れです。で、これまではですね、ツイッターの ID を書いていただけたらそれだけでゲストやれるよっていう状態になってたんですけど、ちゃこ先生にフォローされているかどうかっていう条件が加わりました。で、ツイッターに限定してるのは一番ネットリテラシー的なものがチェックしやすいなっていうことと、使い慣れてるツールっていうので選ばせていただいてます。この条件を足した理由なんですが、まあ私は基本的に好きなものを介してゲストさんと仲良くなりたい、まあもっと分かりやすい言い方をすると友達になりたいみたいなニュアンスなんですよ。まあだからやばい人じゃないかをチェックしたいんですよ。要は過激なツイートをしてらっしゃる、そういう思想をお持ちの方ではないかっていうのを知りたくて、当然鍵アカウントは不可とさせていただきます。また作りたてほやほやでツイートがないアカウントとか、なんか明らかに怪しいアカウントももちろん除外対象にさせていただきます。まあそのような感じで、私が大丈夫そうだなって思ったアカウント、かつ好きなものについての質問ですね、聞いてくれーっていう気持ちを伝えていただいたら応募完了っていう風になります。冷やかしかなって思っちゃうような応募内容だと、もしかしたらスルーしちゃうかもしれないので、そこはお気をつけください。本気の人だけお願いしますね。で、さっき 99% 大丈夫だと思うって言ったんですが、例えばね、私変わってるって言われるんですよとか、あなたずれてるねとか、変な人だねとか言われたことがあるとか、そういう自分はその 1% に入っちゃうんじゃないかなって心配される方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、それはねマジで大丈夫です。っていうか、さっき言ったやつね、全部私が過去に言われたことがあるやつなんで、何の問題もありません。いや、むしろなんかそういうことを言われて嫌な思いをした人の気持ちがよくわかる。なので人にあまり理解されなかった趣味とか推しとか沼みたいなもの、他人に理解されないなーっていう寂しさを感じてる人なんかはこの企画ぴったりだと思いますので、ぜひ勇気を振り絞って応募していただければと思います。まあ、だから逆に言うと、詳しいだけの人って結構つまんないんですよ。もちろんその好きなそのものについての話ももちろん聞きたいんですけど、それに絡めたその人自身の話をめちゃくちゃ興味があって、それを聞くのが楽しいんでこれやってるんですけど、だからそれが伝わるような文章を添えていただけると大変嬉しいですね。あ、そうだそうだ。で、最後にめっちゃ大事なことです。どんなに熱量がある人でも、こういう人はねちょっと除外します。思いやりのない人です。めちゃくちゃ抽象的なこと言ってやがるなって感じたかもしれないんですが、なんか自分なりの思いやりをこう示してくれる人であったら、私もリスペクトできるというか、敬意を持って対応させていただけるんですが、そうじゃない人にはやっぱり存在な対応になっちゃう。私そういう人はゲストに呼びたくないので、そちらも加味していただければと思います。なんかお願い事ばっかりで、なんてわがままな内容なのかなって思うんですけど、でもみんな OK にしちゃうとさ、やっぱ自分のチャンネルなので話が聞きたいっていう人だけを呼びたいので、引っかかるところがあるかもしれませんが、いやいや、この条件で大丈夫だよ、ちゃこ先生、私いけると思う、この話聞いてっていう人はぜひ応募フォームの方からお願いしたいなと思います。というわけで、
たくさんの人の推しの話を聞いて、その布教の手助けができたら幸いです。それでは本日は以上です。ありがとうございました。さようなら。